今日はイラストチャレンジをしてみたいと思います。ドラえもん用意しました。なんかこれもねやってる人が多いみたいで、まあいわゆる塗り絵、もう何年やってないだろうって感じなんですけど、塗り絵をイラストチャレンジで3色色をランダムに目つむって今から撮るんですけど、それをこの今ドラえもんに被らないようにというか、こう一応そういうルールがあるみたいな、ここが緑だったらここは緑じゃダメとか、なんかこう被らないように3色でどんなドラえもんができるかなっていう塗り絵をやってみたいと思います。3本ですね、3色ですね。これだから青欲しいよねやっぱりね。はい、いきます。まず1個目、こいつと2個目、はい、人参じゃないこれ。だいぶあれね、むずいね。この 2色同じような取っちゃったよ。青だからね基本的にドラえもんって。 OK、 じゃあやってみよう。じゃあ早速この3色でドラえもん先生ぬりぬりしていきたいと思います。そうね、はい、懐かしいぞこの感じ。塗り絵なんてもう20年ぐらいやってないか、もっとやってないかもな。本当に幼稚園生とか小学生ぐらいの時に、変な感じだね緑の胴体。好きなドラえもんの道具ベスト3。でドラえもんの道具といえばどこでもドアとタケコプターと何？あでもタイムマシーン。あタイムマシーン戻れるやつ。うん、のび太くんあの引き出しから行って、あとタイム風呂敷とかですかね。壊れたものを直せたり先に進めたり。あと暗記パンですね。あ最高。暗記パン欲しい。暗記パンくださいよ今。暗記パンだわ今欲しいの。パン食べたら暗記できるでしょ。セリフ全部もう一発で。それいいな。仮病の薬みたいなのないかな。ドラえもん仮病の薬とかもらってさ、こう仮病になってちょっとサボれるみたいな、そういうのありますか？ありました？ないと思います。あ、ないですか？ないと思います。ないか。ドラえもんって泣けるというか、友達が映画で号泣してたのを聞いてちょっと見てみたいなって思ってきちゃって。かわいいよね。こんな感じでこの頭の丸い部分、不思議な緑、なんかその団子みたいな、草団子みたいな。目ん玉をオレンジに。もういいね、なんか自信になれる感じが。ぬりぬりしてると普段絵描いたり、絵は昔から得意なんですか？絵は描かないし、美術1とか2でしたね、ずっと学生の時。顔緑いっちゃうよ。やばいじゃん、めっちゃやばいやつじゃん。怖っ。すっごい気持ち悪いと思います。でもいそうに見えてきました。でも春菜が家で一人で無心で塗り絵やってたら誰か心配するでしょ。ちょっと確かに聞いて、さっき何やってんのって聞いて塗り絵怖っ。最近何やってんの塗り絵って、ちょっとやばいじゃん。なんか
あのいたずらされたいじめられたドラえもんみたいなで、おしゃれに見えるね。ちょっとなんか可愛いじゃん。すげえ緑マンじゃん。すごいな。気色悪いなこれ。でも上手ですね。塗るだけよだって。後藤ってつくしとか生えてる。うん。ボーボーです。確かに。ボーボー。言い方がもう。おばあちゃんとか佃煮とか作ってる、うん、食べれんのこれって。食べれるよ。へえ。春の季節の、うん、ツアーは知ってる？知らない。何ツアー？ツアーって後藤のあれなのかな。ツアーっていうなんか吹きみたいな、うん、こうなんていうの、あの なんていうんだろう、ほんと何かの茎みたいなのがほんとその辺にいっぱい咲いてて、うん、山道とかにめちゃくちゃうまいの。へえ。それを多分なんかちゃんと汚れっていうかちゃんと取って煮物で食べるんだけど、うん、それが大好きで。へえ。ツアーの煮物。今ちょっと福岡弁が出てましたね。福岡じゃないですよ。五島弁が出てます。九州弁。片足ずつ違うんだ。おしゃれ。イラストチャレンジドラえもん。なんかできたよ。怖いね。怖いけどなんか引きで見ると何者って感じだけど、よく見るとやっぱりこの丸みを帯びたフォルムがどんな色であっても可愛いということ。かなり緑色強めでちょっと野菜の匂いがしますが、こんな感じでイラストチャレンジ完了しました。久々に塗り絵やったけど何も考えずにシャカ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 できるし、こう暇つぶしにいいかもななんて、あの頃、子供の時を思い出しました。ということで、私のドラえもん